ビデオカメラのデータ復旧を行いました。神奈川県横浜市のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは、イクタエブリオ GZMG760 HDD をフォーマットする必要があります。すべてのデータが消去されます。フォーマットしますか?と表示され、すべてのデータが見られないという状況です。データ復旧処理を行い、33時間29分の動画データの復元に成功しました。